ボンブレジュどうもかげです。今回ですけども、俺がね、半年間教えてに近いんじゃないかなって思う、ちょっと視聴者がいまして、まあ、そいつは俺の弟子なんだけど、そいつがね、レンタルパーティー作ってみたらしくて、それを使ってみたら、とんでもない勝率で、やばかったから、みんなにも紹介しようかなと思ってます。では行ってみようか。はい、こちらがね、俺の弟子が作ったパーティーということで、まあ、ちょっとこのチーム ID はね、ちょっと最後に見せようかなと思ってます。対戦終わってから見てください。で、今回は、イーウイ、鉄の罪、ルカリオ、ディンルー、モロバレル、コータスということで、まあ、初手に関しては、コータス、もしくはルカリオで盤面を作っていく。そして、受け構築に対しては、包みを入れて、身代わりを入れることで受け構築を破壊していくとか、そういう動きもできてて、しかもね、モロバレルも結構強くて、まあ、正直言うと、あんま深く考えなくていい。マジで強いから、本当にめちゃんこ勝てる。そして、この弟子からね、一応ね、皆さん、ボイスメッセージが届いておりますということで、皆さん流していきたいなと思ってます。半年前にガクさんに弟子入りしたユイトです。ポケモンの基礎知識から何にまで全部ガクさんに教わって、ポケモン対戦マジで強くなりました。今、ポケモンのランクマンの順位170位ぐらいなんで、今、環境にマジでブース刺さってるパーティーなんで使ってください。うん。なんか最後ね、すっごい息をふーってされたんだけど、また彼なりに威嚇とかしているんでしょう、視聴者に対してね。うん、俺のが強いよっていう威嚇をしてるんでしょう。まあ、それぐらいね、鼻息ぐらい強いということで、ちょっと使ってみたいなと思ってます。では行ってみようか。さあさあ、かぐやさん対戦よろしくお願いしますというところで、まあ、このパーティーね、マジで、適当に使ってでも、まあ、ワンチャン勝てるんじゃないかなってぐらい強いんだけど、まあ、一旦これパオジャンかディンルーから来ると思うんで、まあ、正直言うとルカリオから入っても問題はなさそうなんですよね。うん。ルカリオから行きましょうか。ルカリオ、ディンルー、鉄の包みですかね。巨人王ワンチャン来るかなっていう印象もあるんで、こう鉄の包み出して対応していけたらいいのかなとは思ってます。はい。まあモロバレル連れていこうか。モロバレルがどれだけ刺さるかも見せないといけないもんね。どっちみちちょっとこれでいこうか。さあさあ、かぐや姫さん対戦よろしく。さあ、ここなんだけど、パオジオンはディンル。うん。これ、ルカリを刺さるっちゃんね。実を言うと。うん。そこそこ刺さるんよ。そこそこね。ここ多分、ステルスロックから入ってくるんじゃないかなと思ってるんで、ここ波動弾打ちましょうか。さあ、波動弾は、絶対当たります。うん。絶対に当たる技です。で、ここ、ステルスロックから入ってくる。まあ、ここまでも正直読めてますよね。うん。ディンルーなんてステロ吐いてくるしかも脳がないんで。まあ、ここはね、ドクテラ切ってくるか、裏のゴーストタイプに変えてくるかの二択ではあるんですけど、ゴーストタイプ変えてきたとしても、一応バレットパンチで、とかいろいろ考えうる行動ができると思うんで、ここに関しても波動弾連発しましょうか。羽ばたく髪変えてきたとしても、あー、変えてこんね。オッケーオッケー。で、ここでオープンが発動して、拡散取れてるんで、ここに関しては、タスキ削られるんですけど、ディンルーはしっかりと落としながら、裏に対してタイム、浮き飛ばしか。ってことは、タスキを警戒っていうか、タスキ潰しながらって感じですかね。で、こっち目線、まあ、裏のポケモン何出ても代用できていくと思うんで、ここに関しては全然 OK ラインですかね。で、ここで S が下がって、S っていうか、ステルスロック入るんですけど、まあ、上取ってるんで、うん。パオジアンがここで来ない限り、うん、別に問題はないとは思ってる。うん。で、そうだね、毒が来ても別に OK ラインで、アバカミ来ても OK ライン、ガブリアス来てもって感じではあるんで、ここに関して言えば、霊美でもいいね。うん。霊美でもいい。鉄の毒が、うん。ここはレビー一択かな。さあ、鉄の罪、レートビーム。まあ、これは落ちないわけないって話。で、ここで落としきったってことは、次 S が速いポケモン、もしくは先制技持ってるポケモンが必ず来るはずです。で、そこに合わせていく。うん、それ大事。あー、もうこれ切る、スカーフって言っとるようなもんやね。言ってしまっても。うん、まあ、明らかにスカーフでしょっていう感じはある。そうだね。モロバレルで一応等倍で受けつつでもいいんだけど、まあ、戦ってもいいんじゃない？別に。うん。テラ切らせる流れでもいいと思うよ。うん、全然。
お、レッドビーム連発しましょうか。お、ガブリアス、テラ鋼切ってくると思ってます。なんで、裏の、ポケモンでだいぶ対応していかないと厳しいのかな。炎テラス OK。で、炎テラスの、スカーフかスカーフじゃないか、ここで見極めていきたいですね。レッドビーム取ったってことは、ハチマキか、っていう感じじゃないか。ハチマキでもなさそうなんだな。ハチマキでもないんだ。うん。ってことは、このハイドロボット通っちゃうけど大丈夫かな。あの、鉄の包みって防御高いんで、スノガブリアスの攻撃ぐらいだったら別に耐えるんですよ。うん。なんで、ここはテラ切らないのが圧倒的有利。ちょっと簡単に勝てすぎちゃってんな、これ。うん。もうちょっとなんか、サイクル、あー。巨人か。ここも水テラ切って、落としましょう。うん。できる限り。本来であれば、ここ見返り入れたいんですけど、もう水テラ切ってハイドロポンプ打ちましょう。それがもう、あー、まあ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 、ちょっともう一戦消して。ちょっともう一戦消せ、これ。さあさあ、トレシーさん対戦よろしくお願いしますというところで、まあ、ここ逆に面白そうなパーティーが来てしまったっていう。印象かな？うん。すごいそういう印象はありそう。うん。ありそうというか、あるよね。で、ここなんだけど、まあ、言ってしまっても多分ミミズグから入ってくると思うんだよね。うん。なんで、ここはコータスイーユイを使っていこうかなと思っております。はい。で、ドヒドイデと、ブラッキーいるんで、鉄の包み入れといても、問題ないんじゃない。あとキノコの胞子使わず1体後ろにいるんで、下にいるんでそこに対してのタイムを作っていきたいので、うん、こいつは鉄の包みを入れてタイムを作る流れかな。これでいこう。まああと一番気にしないといけないのは、ここでいきなりキノコの胞子型のこいつが来るのが一番ダメ。これ一番ダメ。一番ダメっていうことで、ここ胞子打ってくるんすよ。いきなり来上がるか、と思いますよね。ここ草テラなんだよな。一応草テラはあるっちゃあるんすよね。なんで、ここ草テラして、ステルスロックから入るわ。うん。行こう。合点承知、才能解放。草と草が混じり合う。すべての草原は、逆立ち、身を持ち、地に落ちた。わかってんだろ。俺は、土手のガクガク。行こう。草テラスタル。お、あ、大地か。大地から入ってくんだ。意外だな。うん、ここ絶対的にあ、いや、モロバレルチェンジを狙ったのか。ちょっとわかんないな。ここで一応オーバーヒート打ちましょうか、ここで。うん、一応ステルスロック吐けたんで、いいよい対面は取っていけそうですけど、まあ一応、炎テラができなくなった点に関しては、ちょっとあれかなーっていう印象ではあるかな。で、こう、陸クラゲ引っ込めるんだったらでかいっすね。正直言ってしまうと。ケンタでステルスロック結構入るんすよ。こいつ。10割ぐらい入るんで。で、威嚇で下がるんで、こう問題ナッティングトゥーマッチ。うん。で、ここで、忘れてた。で、ここいい、いいゆいね。ここあんまって感じするよね。まあでもいい湯しかねえんだよな。言ってもこれいい湯出すわ。これしゃあない。うん、これみんなが思ってる以上にしゃあない。で、これ特防に 1.3倍の逆が入るんで、もうこれオーバーヒート打ちますわ。早えな。なんだこいつ、なんだお前。え、早くない？うん？なんでそんな早いの？うざ、相手。相手めっちゃうざじゃん。ちょっとこれピンチ入ってるんですけど、鉄の包み削りたくないっすね。あくびから入りましょうか。うん、あくびステロン流れを連発しましょう。これ多分ね。あー、でもイーファ連発されると、
あ、でも包みなら上取ってるか、一応。うん、一応は取ってそう。もうあくび連発しよう。で、誰か寝かせないいけない、寝かせないといけない状況作ろう。仕方ねえ、これは。バカめんどくせ。で、ドヒドイで来る。ドヒドイでにもあるね、打点は。うん。全体的に打点はあるんだけど、っていう感じかな。で、ここもしあれだったら、落としてもらえた方が俺目線ありがたいっていうか、嬉しい感じはあるよね。だよね、ドクドク。うん。ここのドヒドイでを起点として、対面を作っていけたら、まだ勝利はあるんじゃないかなと思ってます。で、相手間違いなく、スカーフだと思うんすよね。うん。俺目線。ちょっとそこが危ういとこだよね。これ、当倍っすね。うん、硬いし再生力なんでっていう感じですけど、とりあえず俺目線ここは相手寝るんで、一応相手寝るんで、これいけるんちゃうかな。うん、ステロ入るから。でここで寝かしてきたってことはこのまま押してくるはずです。はい、絶対に押してくるはず。ここ包みでも、いや、押すだろ。ここで変えてこんと思っちゃうね。で、ここで身代わりタコ選んで、ドヒドイで起点で作っていけれたら、相当有利性は取っていけるんじゃないかなと思ってるけど、さすがさかまり。ナイス。っていう、ナイスだよ。分かってたわ。で、ここドヒドイで、打点絶対ない、打点ないんですよ、この身代わり入れることによって。ここで、これで受けループつ潰して、受けループ一応潰して、で、フリドラ読みのケンタとかに変えてくる可能性ももちろんあるんだけど、まあ、あとはハイドロポンプ、どこまで当てれるかとか、そういう話になってくるよね。さあ、ドヒドイで引っ込める。目のクラゲが来てくる。ケンタか。で、ここインファなんですよ。うん、絶対にインファイトないよ。さあ威嚇で下がるんだけど別に問題ない。で絶対にここインファイ以外打てないはずなんで、俺目線、俺の方が早いだろこれ。もうハイドロポンプですね、絶対俺の方が早い。ケンタのスカーフ型ちょっと はまるね。はまやっぱスカーフってさ、なんていうか意表つけるからいいよね。こうやってなんでお前早いみたいなさ感じになるじゃん。うん、って考えるとやっぱスカーフ強いわ。うん、相当いい。いやこれケンタ削れるだけだから結構厳しいと思うぞ。さあ陸クラゲ、こいつも別に問題ない。うん、でハイドロポンプ当てていく。で打点あるんすよ、実を言うとこいつに対して。うん、すごくあるので、ここもレッドウィームですね。でテラ切るんだったらここかなっていうイメージ。切るね、オッケー。で、ここで多分炎テラスじゃないかな。だよね。ってこと考えるとハイドロポンプ打っといてもよかったと思うんだけど、正直言っていい、こいつあの、パワーウィップぐらいじゃないか。あと、これ、ケンタの上と、絶対に上取ってるから。あ、ギガドレ？絶対に上取ってんの、これ、ケンタの。だから、ケンタで切られることが一番だるかったから、これむしろこれ、ありがた盤面だと思ってて、うん。むしろね。ありがたくない？逆に。これ落ちるでしょ、絶対。皆さんご一緒に、ブンブヤシ。で、ケンタより早いから、ハイドロポンプ抜群で入るよねって話だよね。で、ドキドイできたら、身代わり入れてっていう話だよね。もう勝ちなんだよね。この包み多分突破できないと思うよ。君、聞こえてる？俺の話。これ、ボイシャツ繋いでるんですけど。で、ここドキドキでしかも寝てるじゃん。いや、これ身代わり一択だよな。起きなかったらきついよ。こっちフリドラあるんですよ。多分、レートビーム見せてるからフリドラないと思ったかもしれないですけど、フリドラも一応搭載しているんで、ここに関してはドヒドイエに対してバカ打点あります。だけど、あの、得も高いんで、まあ、そこに関してはちょっと考えないといけないところではあるんですけど、まあ、一応フリーズドライを入れていく。これ抜群で入りながらタイプ1なんで、
まあ、そこそこだよね。そこそこ入るよね。ナイス。まあ、もちろん一撃では落としきれないです。ノヒロでは。負けた。これ負けを認めたな。諦めんな。ポケモン勝負ってな、おめえが思ってるよりな、諦めるとか、すっちゃねえよ。さあ、ここドヒドイで統治力入れてくるんですけど、まあ、これはね、あの物理接触技に対してしか効果がないようなものなんで、まあほぼ問題ないかなと思ってて、あとは裏のケンタウロスに対してハイドロポンプが当たるか当たんないかなんだけど、まあ正直言ってしまうと当たるでしょ。うん、ハイドロポンプぐらい。ハイドロポンプ当たるだけで負けることなんて結構あるっちゃあるけどね、言っても。さあ、ドヒドイで引っ込めてくる。ここでケンタ出してくるんだけど、ステロプラスのフリーズドライ入るんで、もはやこいつは虫の息よ。うん、もう絶対何しようが耐えないと思ってる。さあ、デゾツム効果なし、しっかりとフリーズドライ入れていこう。オッケーオッケー、十分十分、これ十分ダメージ。うん、今これハイドロも絶対あるのかよ。お前スカフだろ、お前ふざけん。皆さんご一緒にボンボヤシで、ここでケンタ落とせばドヒドイでは身代わり入れたらいいんで、うん、大地の力とか多分あるとは思ってますよ、一応。うん、あるんちゃうかなと思うけど、お前じゃもう、ああ、一旦コータス変えてもいいか。うん、打点ないから、あのあくび入れてからデゾツメ変えてもいいっすね。うん、頭いい。うん、こう、コータス変えます。さあ、鉄の包みチェンジからのコータス。あの、ドヒドイで S 遅いんで、あの、ブーストエンジンなくても全然問題ないと思ってる。で、コータス出して、あくび入れてから、作りましょう。うん。で、これ多分、第一の力とか打っとるんじゃないかなっていう、印象なんですけど。自己再生。自己再生。なんか、受け切れると思われてんのが、ムカつくな。受け切れねえぞ、言ってるけど。言ってるけど、言っとくけど。マジで。うん、冷や飯とか、打ってもらって全然構わないけど。お前、見てなかった？ダメージ量。マジで、受けきれないよ。で、ここであの、毒毒打たれ、あの、返しに、毒毒打たれるの一番うざいんで、ここソーラービームが入ります。ほらね、言っただろ。うん。もうこれ最後の一手にかけてるわけ、こいつは。ワンチャン、あの、プレミで変えてくんじゃないかなー、みたいな、そういう甘い考えなんだよ。うん。甘い考え絶対ダメよ。告白するときも、あ、こいつに告白して、ワンチャンつけんじゃないかなーとか思って告白するとダメ。うん。振られる、そういう覚悟。うん。振られる覚悟で告白することが、付き合えるか使えないか、決まるんだろうがよ。お前らだって分かってんだろ。さあ、ここドヒドイでしっかりと寝かしていったんで、もはや何もできない。うん。受けループ潰しにも、この鉄の包みは結構刺さると思ってます。はい。まあ、こういう展開で、巨人オンでもいいよ。巨人オンでも全然いい。あと、ガッサとかにもね、鉄の包みから入ってしまうと、結構いけるんですよね。うん。どうせキノコの方しから入ってくるんで、そこに対して、マッハパンチから打ってくる、ことないと思うんだよね。もしくはインファイト。まあまあ、あるっちゃあるけど、そんな、数は知れとる。なんで、こういう場面を考えると、やっぱり、鉄の包みを初手から入れていくっていう流れも、このパーティーの醍醐味ではないでしょうか。うん。みんなコータスから入りたがると思うんだけど、そんなに入らなくてもいい。うん。包みから入る流れでも全然いいと思ってる。まあ、あとフリーズドライ連発しましょう。降参しないのがすごいね。ここまで追い詰めてんのに。うん。俺だったら降参するけどな。受けきれてないんだよな。さあ、ここで目覚ます。冷や水。で、次、統治力なんですよ。で、徐々に回復、もしくは自己再生かな。でも自己再生だと多分間に合わないんで、多分統治力が、これ多分受けきれないですよ。いや、それしたとしても、いや、PP 枯らそうとしてんの？俺 PP ちゃんと上げてきてるからね。これ。うん。
俺の弟子だよ。俺の弟子がピーピーあげないわけないじゃん。暇なんだから。中3、中2か中3なんだから。暇じゃねえか。さあ、ここフリーズドライ入れてって、ドヒドイデオ撃破。あー、ギリ耐えられたな。ってことは、ここ自己再生入れてか。あー、でかい。それでかい。さあ、ここ凍るんで動けないんじゃないですか。ナイス。まあ、どっちみち勝ってましたよ、これは。うん。心配しなくても大丈夫です。100% 勝ってました。この盤面から曲げることないです。さあ、こうフリドラ入れてドヒドイでお疲れ。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。まあ、結構これでも強いと思うんだけど、次ちょっと、上位体。うん。最後の一戦は上位体で見せようかなと思っております。行ってみよう。さあ、この目さん対戦よろしくお願いしますというところで、まあ、もちろんスカーフ型のイユイを警戒しないといけない。うん。完璧に言ってしまうと言いたくなかったけどっていう感覚ですけどね。うん。まあ最後ディンルーとモロバレルとかそこら辺は使っていきたいかなとは思ってます。はい。あんま言いたくないけどね。うん。まあこのディンルー突撃直帰なんで、まあそうちょっといろいろ考えないといけないんだけど、まあ相手すごいね、面白いね、すごく、うん、すごく面白い。まあスカーフイーユイだろうね、もしくはメガネイーユイだろうねっていう動きもまあわかるっちゃわかるかな、ここは。うん、これ鉄の包みからいきなりぶっ破した方が良さそうな気もするけどね、対面の取り方的に言えば。うん、全然それでもどうにかいけそうな気はする。リンルーから入る意味は、そんなないんちゃうかな。包み、ディン、包み、ディン、モロとかじゃない。うん。使ってないのこれぐらいでしょ。もうこれで行こうぜ。いや、行けるて。行こう。さあさあ、この目さん、対処のガス。で、ここなんだけど、何から来るかよくわかんなかったんだよね。言ってしまうと。うん、カイナか。直帰かな。うん。ちょっといきなりここクオークチャージ無駄になっちゃったんだけど、うん、まあそれは初手のあれが悪い。俺が悪い。俺が悪いんで、モロバレチェンジが安定っすね。言ってしまっても。うん。モロバレチェンジしましょうか。ここインファイトになる可能性ワンチャンあるっちゃんね。だからディンル変えると抜群取られる可能性あるんで、ここ一旦モロバレ変えて相手打点を消しと。うん。さあボルトチェンジ、ここはしっかりと避けながら米尾さんの元に戻っていくという感じですかね。うん。でそうだね、チヨンジェンか、チヨンジェンか。でもおめえお互いに立てあんのこれ。って思っちゃうな、俺は。うん。ね。立てあるお前。なんか、ヤトレギの盾とかだろ、お互い立てあんのこれ。身代わり方針してくると思った、もしかして。しねえや。さあ、ここヘドロ爆弾撃っていく。で、これチヨンジェ多分、テラキルしか、打点ないと思いますよ。この方ちょっと知ってるんですけど、なんか宿り木と、守ると、身代わりと、みたいな、結構なんていうの、耐久型というか外役型に近い戦い方するチヨンジェンではある。うん。なので、まあ、俺目線、まあ、包みもいるし、っていう感覚なんだけど、ここはもうヘドロ打ちまってきましょう。絶対打点ないはずなんで、ここで多分鋼タイプとかに変えてくるんじゃないかな、とか。イカ様？これ入らんぞ。これワンチャン毒にしたらめっちゃでかい。こい。あー。まあ、そう甘くないよね。で、食べ残しは回復するんですけど、これ多分イカ様持ってるってことは多分守るないっす。なんで、俺目線、もう普通にヘドバック連発した方が話は早いかな。いや、これモロバレル結構刺さるでしょ今の環境。うん。結構いけるよ。モロバレル。本当に。あ、こんな刺さるんだってぐらい、刺さる。しかも水テラスだから、パオジアに対しても結構対面取れるとは思ってます。うん。だからこのモロバレルね、おすすめかな。この6体の中で、あ、こいつ入れんなとか思っちゃう人いると思うんだけど、
結構おすすめで、再生力なんで後ろに引けば HP 回復するし、もう結構おすすめ。うん、あ、俺守る持っとんの。一応守るはあるんか。 OKOKOK で、ヘドバくんの PP も一応ガクガク上げております。うん、あ、俺の弟子が上げております。あの吹奏楽部の、エロい意味の吹奏楽部で、どういうこと。うん、まあ、ちょっとよくわかんないけど、あの、頭上げてると思います。うん、上げてなかったら後で締め上げとくんで。俺もっと暴走族だったから、上げてねえやで行く。さあ、ここヘドバック打ちましょう。チオンジェ引っ込めてくる、打点ねえよな。それは打点ねえわ。で、これ裏に対して、いや、カイナも打点なくねえか。毒来い。あー、毒来んね。え、これ言っちゃうだけど、カイナ打点ある？マジな話。カイナ出してきたってことは引かんってことよね。まあ、引かんってことやんな。いや、これ、ボルトチェンジか。ちょ、もう一回ヘドバク打つ。ボルトチェンジからチオンジェン。いや、でもさ、一緒のことだよね。結局。毒ならねえな。結局それって一緒のことだからな。だから言ってしまうと、まあ、通してくださいって言ってるようなもんか。ここキノコの星。おー、モロバレルで圧倒。はい、今回の動画いかがでしょうか。かなりね、モロバレルも最後めちゃんこ刺さったから、みんなもこの、これレンタルパーティー ID、こちらです。うん。これね、俺の弟子が作ってるから、もうほんと惜しみなく放出する。うん。もうみんなね、あの弟子に感謝。弟子に感謝っていうコメント一回でもしてくれたら多分、中学生とか喜ぶんじゃないかなと思うんで、ちょ、今回ちょっとコメント多めでお願いします。はい。他にも対戦動画とか色々上がってるんで、チャンネル登録の方忘れなく。では次の動画でお会いしましょう。バイチャー。